こんにちは、ハーリーです。今日は銀座で行きたいおすすめカフェ7000をご紹介します。銀座でカフェに行こうとなった時、どこがいいのかわからなくて、とりあえずスタバや目立つ場所にあるカフェに行っていませんか？そこで今日の動画では、コーヒーのドリップ方法にこだわる1936年創業の老舗喫茶や、見た目も楽しめるホットケーキ、あの混雑する銀座で休日でも入りやすい Wi-Fi 電源完備の穴場カフェなど、幅広いカフェを実際に休日に行った経験に基づいて、待ち時間も踏まえながら解説するので、今日も最後まで期待してみてください。僕のチャンネルでは池袋、銀座エリアを中心とした東京の美味しいお店をご紹介しているので、今日の動画いいなと思ってくれた方は、チャンネル登録といいねボタンを押してくれるとすごく嬉しいです。今日ご紹介する7つのお店の場所はこちらになります。それでは早速参りましょう。1つ目のお店はトリコロール本店さんです。銀座駅 A3 出口からすぐのところにあります。トリコロールさんは1936年創業の老舗喫茶です。赤レンガ造りのレトロ感ある外観から、回転扉を回して入るとシャンデリアやアンティークの調度品が並ぶレトロでクラシックな空間が出迎えてくれます。お客さんは30代から70代の落ち着いた方が、お一人様からデート、友人同士など幅広いシーンで来ています。有名店だけあって海外の方もいらっしゃいますね。メニューはこちらです。数あるフード、ドリンクメニューの中でも、フードはエクレア、ドリンクはカフェオレが名物なので、せっかくならこの2つをいただきましょう。こちらが有名なカフェオレです。カフェオレのコーヒーとミルクは自分好みの比率に目の前で注いでくれます。僕はコーヒーとミルクを1対1で注いでもらいました。コーヒーは厳選した豆をオーダーを受けてから引き、丹念にネルドリップ抽出したものです。ネルドリップとは、紙のフィルターではなくコットンフランネルという布をフィルターとしてドリップコーヒーを入れるスタイルで、18世紀にフランスのブリキ職人が発明したと言われています。ネルドリップは紙フィルターに比べて目が粗いことから、コーヒーの旨味が引き出されてまろやかな味わいになると言われているんですよ。コーヒー好きの方はブレンドやアイスコーヒーでもいいんですけど、せっかくならこのパフォーマンスも楽しめるカフェオレがおすすめですね。もう一つの名物であるエクレアは、注文を受けてからカスタードクリームを詰めたサックサクなシュー生地が特徴です。バターたっぷりのシュー生地にぎっしりと詰められたカスタードは、バニラの風味がしてすごく美味しいです。プレーンとチョコレート2種類があるんですけど、どちらも手のひらサイズなのでサクッと食べられますよ。ちなみに休日の午後1時に行った僕は待ち時間なし、2階席が満席なので1階席への案内でした。お昼の1時30分以降は急激に混み始めて、待っている人も多かったので、特に休日はお昼の1時までに行くのがポイントですよ。2つ目のお店はローズベーカリーさんです。銀座ユニクロとつながっているビルの7階にあります。ローズベーカリーさんは最高に美味しいキャロットケーキが有名なお店です。7階エレベーターを降りた左にある店内は、白を基調としたおしゃれな空間です。お客さんは20代から70代と幅広い年齢層の女性が多いです。カウンター席はないんですけど、お一人様も多いですね。メニューはランチョンマット代わりになっています。ローズベーカリーさんといえばキャロットケーキが有名なので、カフェ利用の時はこちらを選びましょう。こちらが名物のキャロットケーキです。こちらのキャロットケーキは、人参、くるみ、シナモンを混ぜ込んだ生地にクリームチーズをトッピングした高さ8センチもの円柱形のケーキです。ナイフを入れて断面を見ると、焦げ茶色の生地にみじん切りの人参がたっぷりと入っています。生地はしっとり、甘さは控えめで、スパイスの後味が爽やかなキャロットケーキですね。濃厚なクリームチーズの酸味とクリーム感がいいアクセントになっています。ちなみにこちらのキャロットケーキはテイクアウトすることもできますよ。
僕は休日の正午に行って待ち時間なしでした。口コミを見ていても待ち時間はほとんどないんですけど、名物のキャロットケーキはお昼の1時には売り切れとなることも多いみたいなので、キャロットケーキ狙いならお昼の1時までに行くのがおすすめですよ。3つ目のお店は椿サロンさんです。東急プラザ銀座のすぐ近くにあります。椿サロンさんは見た目から楽しめる北海道ケーキが有名なカフェです。店内は暖色系の落ち着いた空間です。席間隔が広くまったりとしているのですごく過ごしやすいですね。お客さんは20代から50代の方がデートや女性同士で来ています。メニューはこちらです。椿サロンといえば見た目も楽しめる北海道ホットケーキが有名なので、自分の好きなホットケーキを選びましょう。ホットケーキはシェア OK、 ドリンクは1人ワンオーダー制になっています。ドリンクの中で人気なのは北海道クラシックブレンドなので、迷ったらこちらがおすすめです。こちらが僕が頼んだ北海道ホットケーキ、バナナトッピングに自家製キャラメルソースです。ホットケーキは2段に重なり、バナナはまるで組体操のように3段に積み上がっています。肝心のお味はふわっふわプルップルですごく美味しいです。正直行く前はインスタグラムで話題になっている見た目だけのお店なんじゃないかなと全然期待していなかったんですけど、こんなにもフルプアのホットケーキだなんて、いい意味で期待を裏切ってくれる実力店でした。これほどフルプアにするためにホットケーキは20分ほどかけてじっくりと焼き上げるというこだわり具合にも脱帽です。さらにオーナーが建築家だけあって、カトラリーにもすごくこだわっていて、ナイフやフォーク、スプーンがおしゃれなのはもちろん、コーヒーカップは椿の花をイメージしたものになっている点もこだわりを感じられて素晴らしいです。ちなみにコーヒーは暖かい地域ほど浅入り、寒い地域ほど深入りになります。浅入りは苦味が薄い代わりに酸味が強く、深入りは苦味が強くなると言われているんですよ。待ち時間としては休日の2時に行った僕は1組目で約10分の待ち時間で、開店時の3時10分には小組くらいが並んでいましたよ。ぜひ行ってみてください。4つ目のお店は銀座みゆき館銀座本店さんです。先ほどご紹介した椿サロンさんの目の前にあります。銀座みゆき館さんは銀座で一番売れている和栗モンブランのお店です。店内は明るくワイワイとした雰囲気です。お客さんはお子様からご年配の方まで、お一人様からデート、友人同士、ファミリーまで幅広いシーンで来ています。メニューはこちらです。みゆき館さんといえば和栗のモンブランが有名なので、必ずこちらを選びましょう。ドリンクは一人ワンオーダー制になっていて、数ある中でもみゆき館ブレンドが人気みたいですよ。こちらが名物の和栗のモンブランです。熊本県産和栗 100% を使ったモンブランは、栗本来の味を思いっきり味わえる栗の美味しさを引き出したモンブランです。甘さ控えめのメレンゲや無糖の生クリームを使用することで、純粋な栗そのものの味を引き立てていますね。待ち時間としては休日の3時30分に行った僕は3組目で約15分の待ち時間でした。席数も多く、銀座に何店舗もあるだけあって、休日大混雑する銀座カフェの中では比較的待たない方だと思いますよ。ちなみに銀座の中だとみゆき館さんのモンブランが一番だと思うんですけど、僕が今まで食べたモンブランの中だと麻布十番グルメ8選という動画でご紹介した茶房久屋ラウンジさんのモンブランが一番感動しました。超絶濃厚なモンブランで、みゆき館さんとはまた違った味が楽しめるので、モンブラン好きの方はぜひ行ってみてくださいね。概要欄に動画のリンクを貼っておきます。5つ目のお店はタリーズコーヒープライム5東急プラザ銀座店さんです。銀座駅 C3 出口直結、東急プラザ銀座の地下1階にあります。タリーズコーヒープライム5東急プラザ銀座店さんは、名前の通りタリーズの高級路線店です。
こちらの特徴はとにかく店内がラグジュアリーで、シャンデリアがあったり豪華なソファーがあったりと、かなりくつろげる空間で、席間隔も普通のタリーズさんよりも広いです。メニューは普通のタリーズさんとほぼ同じで、少しラグジュアリー価格になっています。まったりとお話しするカフェとしてはもちろん、 Wi-Fi 電源完備なので作業カフェとしても使えますよ。休日の午後は街が発生しているので、平日または休日の午前中に行くのがおすすめです。6つ目のお店は銀座ブックカフェ by ハッピーサイエンスさんです。銀座1丁目駅4番出口目の前にあります。銀座ブックカフェさんはいつ行っても入りやすい、全席 Wi-Fi 電源完備の落ち着いたカフェです。1階で注文して1階または2階でいただくスタイルです。こちらは正直ご飯の質は高くないです。また幸福の科学さんが運営しているだけあって、そっち寄りの本が多いので気になる方もいるかもしれません。ただ銀座一丁目エリアは作業カフェが非常に少ない中で、こちらは全席に電源があって Wi-Fi も完備、さらに平日はもちろん休日いつ行っても比較的混雑していない穴場のカフェなので、充電したい時のカフェとして最高のカフェです。店員さんもすごく丁寧で、電源席ありますかと聞いたら、よかったらスマホの充電器お貸ししましょうかと聞いてくれるほど、すごく気持ちいい接客をしてくれましたよ。銀座一丁目駅エリアで充電したい時や、まったりとお話したい時にぜひ行ってみてください。最後のお店はリビスコさんです。東銀座駅 A8 出口からすぐのところにあります。リビスコさんは毎朝新鮮な牛乳と生の果物から手作りした新鮮なジェラートをいただけるお店です。店内は白を基調とした可愛らしい空間です。お客さんはデートで来ている若者からお子様連れのファミリーまで、様々な人が来ています。リビスコさんは自然の美味しさを新鮮なまま丸ごと味わうことを意識しているので、ジェラートの種類は季節によって変わります。数ある種類の中でも一番人気は小布施牛乳みたいですよ。僕と奥さんはマンゴーと小布施牛乳、抹茶とかぼちゃをいただきました。かぼちゃは本当にかぼちゃが絞ってあるようなザラザラとした舌触りで、すごく美味しいです。抹茶はめちゃめちゃ濃厚で、古き良き日本を感じられます。甘みは薄く、はっきりと渋みが感じられるので、大人こそハマるジェラートですね。マンゴーはすっきりさっぱりとした味わいです。まるでマンゴーをそのまま食べているような香りと甘みが感じられますね。小布施牛乳は舌の上ですっととろけていく、あっさりとした味わいです。ちなみに小布施とは長野県北東の町である小布施町のことですよ。4種類の中で僕の一押しは濃厚な抹茶、僕の奥さんの一押しはすっきりさっぱりとしたマンゴーでしたよ。ぜひ行ってみてください。今日は銀座で行きたいおすすめカフェ7000をご紹介しました。皆さんの気になるお店はありましたか？今日は7つのお店をご紹介したので、僕の方で分かりやすいように表にまとめてみました。あくまで僕個人の感想なんですけど、参考にしてくれると嬉しいです。今回は銀座カフェの第2弾動画で、第1弾動画は概要欄に貼っておくので、ナポレオンパイや抹茶パフェも気になるという方は、そちらの動画もぜひご覧くださいね。最後に僕のおすすめのシーンをご紹介します。1936年創業、布を使ったネルドリップコーヒーがいただける老舗喫茶ならトリコロールさん、一人でも入りやすいおしゃれ空間で美味しいキャロットケーキをいただくならローズベーカリーさん、カトラリーにまでこだわった見た目も楽しめるホットケーキをいただくなら椿サロンさん、熊本県産和栗 100% を使用した銀座で一番売れている和栗モンブランなら銀座みゆき館さん、銀座駅直結 Wi-Fi 電源完備のラグジュアリーカフェならタリーズコーヒープライム5銀座プラダ東急店さん、いつ行っても入りやすい全席電源 Wi-Fi 完備の穴場カフェなら銀座ブックカフェ by ハッピーサイエンスさん、
毎朝新鮮な牛乳と生の果物から手作りした新鮮なジェラートをいただけるお店ならリビスコさんがおすすめです。ぜひ行ってみてください。これからもおすすめのお店をあげていくので、チャンネル登録といいねボタンを押してくれるとすごく嬉しいです。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。ではまた次のお店で。